い、いただきます。あ、エリカ氏乾杯。じゃーん、映ってない、映ってないの。乾杯。じゃーん、見てこんなに、なんかさ、お上品な納豆隠し持ってたの、この女冷蔵庫に。もういつもさ、ロイ君ってさ、いい女すぎない、本当になんか食い荒らしてさ、冷蔵庫からもぬけの殻にして帰る。そんな食ってない、そんな食べてる。そんな台風みたいな男じゃない。台風みたいな男です。台風やばくない？台風やばい。ね、うちらも怖いから台風とか集合したら。今日出かけたかったけど、出かけられなかったから。多分、出かけたらあれだよ、炎上するよ。炎上はしないですよ。え、マネージャーさんが今日はちょっと出ちゃう感じ。あ、まあ、そうですか。あ、そのお皿入れていいですか。あ、ねえねえ、スキピカが LINE 来てるよ。スキピカ、あ、絶対スキピでしょ。何？ねえ、みんな集合しちゃったの。スキピカが LINE 来てる。A B、いらっしゃいました。今日はうちらガイステリーコイン A、B に加えてエリカ氏の妹のマイナスが C として加入しました。今日だけ、はいはい、今日だけ。特に企画はありません。はい、台風なので集まっただけです。もう怖いじゃん、何かあったら。3人でいたらさ、戦いそうな気しない？めっちゃ飲むまぶしてる。一回飲み込んでもらっていい？でもどうする、この状況でさ、もしゾンビの世界とかだったらどうする？え、ロイ君が一番裏切りそう。え、なんでわかるの？ね、みんなに言われるんだけど。だから、裏切りそう。だって今まで付き合ってた人とかにも、絶対さ、追いかけてきて、例えば、相手がさ、自分の付き合った人がさ、足を怪我しました、で、走んないとでも逃げられないってなった時に、なんかロイは、まあ、助けようとするとは思うけど、いや、もう俺のことはいいからロイも行きなみたいな、私のことはいいからもう行きなみたいな感じでさ、言ったとするじゃん、友達とか付き合ってる人が、で、ロスったら多分その言葉通り、額面通りに受け取って、分かったって言って置いてくる。絶対ダメだよ。だって、いいよって言ったじゃんって思っちゃう。え、分かる。絶対付き合いたくないんだけど。え、でもさ、その頑張るよ、例えばおんぶしようかなとか。え、例えばだけど、なんかゾンビがもうミリ距離にいますってなったら、あ、すっごい近くね。うん、もうすっごい近く、手伸ばしたら届いちゃうみたいな。でも逃げないとじゃん。え、そしたら、うちを縦にして逃げそう。うん、俺はない、俺は進まれない。ロイ君がうちだとするじゃん、ちょっとぶつかって、で、うちがロイ君、で、最初にこの状況でゾンビがこう迫ってきたとします、いやーうわーってやりそう。突き飛ばしそう、うちのこと。いや、待って、ね、そんなプーなことになってるの。悲しい。いや、ロイは多分、例えばロイってさ、エリカ氏がいいじゃん、ね、この状況でゾンビここにいました、で、うわーって来ました、そしたら2つでもロイでも予測できないんだけど、1つ目のロイの動き予測できるのは、で、逃げる。あ、それはある、それはある。それか、で、エリカ氏やってるよ、で、結局エリカ氏後ろにいるから食われるっていうのが、結局食われるのが不便だ。だから、さすがに縦にはしない。あ、うん、突き飛ばしたりしない？それはしないよ。いや、早く逃げようって言って手引っ張って引きずるのはするとね。それで早すぎてこけそう、うちも。そう、絶対そう。それで、もうエリカさんが、うちのことはいいからロイ君行きなって言って、分かった。最悪じゃん、やってること変わんないし。すごい、なんかマリナス、なんかめっちゃうまそうなの作ってるけど、何？卵だけだと。すごい、うちの家に来る人たち、みんななんかうちの家の納豆ご飯全部食い散らかして帰ってくる。え、だってさ、こんなの見せられたらさ、食べたくなっちゃうじゃん。もう部屋入ってきた瞬間に納豆臭かったの、みんな。じゃあ、うちが食べてたからね。そしたら食べたくなっちゃうじゃん。食べてました。うまっ。いただきます。食べて食べる。醤油入れた？うん、なんで？わかんない。醤油入れよう。味の素もある。え、
ナッツホワイトはジョーキーと美味しいの。あ、レモン。ありがとう。味のもと。やっぱうち味もと安定するんでね。味のもと安定するかも。ね、お仕事って安定よくやってるよね。うん。お願いします。大丈夫。もうすぐ上々だね、とろろって。え、とろろ入ってる。はいはい。はいはい。え、教えてくれるか、振り付け。はいはい。それ、ちゃんちゃん、ちゃんちゃんじゃない。はいはい。ちょっと、ねね。はい、はい、どうぞ。はいはい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 。上がっていくテンション。はいはい。はいはい。ザビーウィーこれ、ミーアイの新曲聞いた人しかわかんない。バカにしないの。バカにしない。ミーウィーできないだけだから。そういうさ、曲のさ、機械みたいなさ、あの音めっちゃ好きで。あ、わかる。 あれやっぱいじってるよね。そんなの歌ってないの。そこだけはね、そういうさ、ヒーヒーヒー、あの、あれが好き。小10代からの、なんかテレ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 、ジャンピンジャンピンジャンピンだからだ。タラタタタタタタ。そう、それの機械みたいな音も好きなの。別にその曲の機械の音が好きで、ってやつができるのが気持ちない？はい、これからコンビ YouTube をやっていく上で大事な椅子を組み立てていきます。この家には椅子がありません。はい。で、ラグとかも前まであったんですけどなくなったので、はい、あの本当に一人で暮らしていくつもりだったなと思って思ってますから。そうだよ。だから椅子を変えてもらいました。はい、そういうこと。すごい、なんかさ、海外配送これ。え？なんか日本の配送の仕方じゃないよ、ね。海外配送。見て、このなんか。え、でもこの椅子8000円ぐらい。あれ、オリジナルすぎない？え、組み立てなくてよくないこれ。え、嘘でしょ。え、見て、ほら。折りたたんであるだけやん。え、組み立てんのかと思ってた。ねえ、待って、本当にクッションないやつ買ったの。そうだよ。ページ、ページ、ページ。開けます。この椅子ルームは生きていくってことだよね、これから。毎回。普通に肉つけろよ、もう。そんなセルフクッション、作成してる。可愛いじゃん。え、可愛いでしょ。どういうこと。こっちにする。おしゃれだよね、これ。こっちにする。違う。え、なんかすごくない。なんかオフィスのやつみたい。え、全然わかんない。何これ。え、早くないの。え、どこにするの。これ指遊びに行くって。何これ。何これ。何も出てないし。え、だったらどうやって。え、かわいくない。え、なんでうちがここに映ってない。映ってない。映ってない。じゃあ一回出て。何これ。何これ。え、本当に何これ。そんなんでない。何これ。これはやばいって。何でこういうの買うんですか。背もたれもねえし。ほんとね。え、なんで。なんでですか。もうなんで可愛いじゃん、これ。え、なんかさ、普通にさ、椅子ってさ、なんかもっとなんか椅子ってなんかこれだけじゃないか、全然。普通の椅子がいっぱいある中にまだ普通なんか。え、これはやばい。なんで、ね、座らせてもいい。いいよ。やったらさ、もうあーっていきそうな、バキって。だってこう支えるとこなくない。いくらしたの。8000円くらいした。あ、でも椅子にしたいよ、そんな。椅子って高いよね。え、1枚前するときあるんです。椅子なんて何でもいいでしょ、別に。いや、なんかさ、え、ちょっと見てほしい、見て。
こうやってね、ここにね、座るのよ、こうやってこうやって座るんだけど、このさ、後ろがさ、ないじゃん、ここに支えが。だからなんか、えっってきそうじゃない？確かにね。わかる？不安なの。確かに確かに。いや、まあコンパクトで、いいけどね。え、かわいいじゃん、デザインがかわいいよ。え、なんでそんなにかわいいの？かわいいかわいい。え、だからでロイはこの、あのこの座りやすそうな椅子に座るわ。ロイはもうこれで座って、で座るときはあのその椅子に座って、じゃあすごい、なんかそういうこと言うんだ。せっかく買ってさ、そういうことしか言えないの？ひどすぎるよ。だってロイずっとさ、動画回っててもクッションのやつがいいってずっと言ってたのに。うちはクッションの椅子はもう持ってるからいらないんだって。だからロイが座るじゃん、撮影のこれから。なんでロイ君が座る椅子をうちが買うんだよ。この家だもんだってそうだけど、うん、いいじゃん。ロイがいつも撮影のためにさ、こっち来てるのかな。座りやすいじゃん、だってお尻の形になってるし。別にパンチお尻の形、なんでお尻の形になってるの。可愛いじゃん、お尻の形になってる。可愛いふり、うん、可愛いじゃん。背もたれがないのに。背もたれもないし、クッションもないし。背もたれ重くない？背もたれ、あれ、椅子変えたかな。例えば、2人でじゃここのテレビの前、ゲームの画面の前で、なんか見ようってなった時に、こっち座ってる方はこうやってできないから、ちょっとなって思った。いや、でも可愛いよ、うん、じゃあ返品します。うん、そんなこと返品します。返品しなくていいよ、ルイカチが座ればいいから。返品、ルイがこっち座るから大丈夫。やばー、ちょっとテンション下がってきちゃった。どうする？チャンネル登録お願いします。